2005년 미국 최대 베스트 토너먼트인 FLW 시상식을 기억하시나요? 우승컵을 지켜든 한 동양인 남자가 울먹이고 있었는데요. 미국 땅을 밟은 지 10년 만에 쾌거였습니다. 그가 바로 오늘의 주인공인 일본 베스낙시의 신화 토시나리 나미키입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이렇게 만나 뵙게 돼서 정말 반갑습니다. 먼저 FTV 시청자 여러분들에게 인사 한 말씀 부탁드립니다. 안녕하세요. 나미키입니다. FTV ご覧の皆さん、 こんにちは。 나미키 토시나리です。 오늘을 위해서 참 로어 낚시인 여러분들 너무나도 많이 기다리셨을 것 같은데요. 요즘 최근 어떻게 지내고 계신가요? アメリカのトーナメントやってた時っていうのはもう1年の中でそれにほとんど時間費やしてたから逆にアメリカから帰ってきてからはより幅の広い活動っていうのかな、いろんもっといろんな国に行ったり、例えば韓国ね、この 今回来てるこのフィッシングショーもアメリカの試合に出るのをやめたからこそ来れるチャンスがある。あとは釣りのスタイルとかも、もしくは釣りを行くフィールドとかも、幅広い活動とかいろんな釣りをしてます。ね、 잘 들어봤습니다. 한때는 일본 베스낚시의 전성기를 이끌었다고 해도 과언이 아니에요. 동부지역 토너먼트 3년 연속 우승도 하셨고요. 그렇다면 베스낚시는 언제 처음으로 입문하게 되셨어요? 初めてバス釣りをやったのは小学校6年の時に工作でルアーを作った。ルアーをまず自分で木を削って作った。それを持って近くの池に釣りに行ったと。それが小学校6年だから12歳とか。 でも初めてバスを釣ったのは17歳の時、高校2年なんで5年間かかってるんだけどね、最初に釣るまでは。 어떻게 나무를 깎아서 루어 낚시로 활용할 생각을 하셨는지 정말 대단한데요. 참 사실 프로 베서로서의 길이 쉽지만은 않을 것 같아요. 어떻게 프로 베서의 길을 선택하게 되셨어요? 当時の日本はまだフルタイムのバスプロっていうのが誰もいなくて、 その時に自分がスタートしたと。アメリカではバスプロってあったんだけれども、もちろんバス釣りをそれまでやってきて、釣りの腕にも自信があった。ただあとは食っていける土壌があるかどうか。でも日本のちょうどバスフィッシングが上がってきて、市場が大きくなってきて、そんな中で精一杯釣りも広め、 もしくはタックルの良さを伝えられる、そういうふうになれば必ずや成功できると思って、自信を持ってスタートしました。 그런 자신감이 있었기 때문에 아마 정말 뱃속 프로로서 좀 성공할 수 있었던 게 아닌가 싶어요. 나미키상은 미국에서의 생활을 좀 길게 하셨잖아요. 또 미국에서 유명한 베스 낚시 대회인 또 FLW 우승을 차지를 하셨는데요. 그 진출 목적과 함께 미국에서의 생활 이야기를 좀 듣고 싶어요. まずアメリカに行こうと思ったのは、それまでね、日本の釣りを十分やって、日本のトーナメントでもいい成績を出して、そうなると次のステップ、ネクストステップ、まずアングラーの興味として日本じゃ経験できない釣り場、アメリカの広大なレイクとかいろんなバスフィッシングを思いっきりやってみたい。あとは競技としてコンペティターとして、 自分が日本よりもっと広い世界でより強い相手がいる、そういった人たちとも勝負してみたい。そういう2つの理由で、釣り人としてあとはコンペティターとして挑戦したかったっていうのがある。ただ、あと向こうの生活については、モーターホームでボートを引っ張りながら全米を回ると。湖が水、アメリカのあちこち、下手すると2000キロとか3000キロ次の湖まで走って、
だから3日間連続で、運転してやっと次の湖に着いて、そこで試合やって、そこが終わったらまた2000キロ走って、そういう生活、まあ、運転をするか、ね、湖の上で思いっきり釣りをしてるか、もしくは大会に出るか、そんな感じだったよね。で、まあ、あと苦労した点っていうのは、まあ、やっぱりまずは言葉の問題、ね、イングリッシュが、ね、そんなに話せない、ほぼ話せないで行って、ね、最初はコミュニケーションを取るのも大変だった、うん、あとはね、やっぱり、まあ、アメリカ人、ほぼ 100% アメリカ人の、ね、トーナメント、もしくは世界で、ね、外国人、つまり日本人が行って、ね、素直に受け入れられて、受け入れてくれる人もいれば、ね、もちろんそうじゃない、受け入れにくい人もいるし、その辺でもちろんいろんな障害はありました、うん、まあ、でも長く続けていくことで少しずつ、はい、ね、うまくこうみんなとも仲間になれたし、あとは、成績っていうのかな、試合の成績も、すごい苦労はしたんだけど、うん、まあいい感じで、はい、最後はね、どんどん成績も良くなってきたし、はい、남익기상에게 배스 낚시의 매력에 대해서 좀 물어봐야 될 것 같아요. そうだね。 요리 스포츠 らしいよね。 例えば 캐스팅 ね、 あとは ね、 まあ、 おかっぱりにしても いろいろ 動いて 歩いてったり、 ボートだったら どんどん ね、 ボート ドライビング もあるし、 そういう スポーツ 感覚、 あとは もう 状況 に 合わせて いろんな 道具 を 使い分けて、 ね、 自分 の中で ね、 いろんな 技を、 より 多くの 技を ね、 アグレッシブ に 吸収していく、 その 辺 でしょ、 魅力は。 그러면은 어떤 채비를 좀 많이 사용하시는 편이에요? 야, これはね、 뭐 조경 시대, もしくは行く釣り場 시대なんです。 ね、 例えば ゴルフで言ったら、 ね、 드라이버 아이언 パッドとかある。 で、 パッドしか、 パッドばっかり 打つ状況だったら、 パッドしか使わないし、 っていう感じで、 バス釣りも、 ね、 ルアーのタイプとかは、 その場所とか状況によるから。 でも好きなのは、 トップウォーター、 そういう釣りですね。 はい。 배스 낚시를 하는 데 있어서 가장 중요하다고 생각하는 것은 뭐가 있을까요? 그건 何事もそうだと思うんだけど、 やっぱり情熱を持ってやることでしょう。 ね、 まあ、 もちろん、 ね、 例えば キャスティング テクニックだとか、 ね、 フィッキング テクニックだとか、 ね、 湖のどこに バスがいるか、 そういうのを探す力。 でもそれって やっぱり情熱を持って トライして、 で、 エラーもして、 で、 またトライして、 そういうのを繰り返して、 あとスマートによく考える。 だから釣りってどんどん上達するし、 でもそれは情熱があるから できること。 정렬이라는 단어가 오늘의 명언이 아닐까 싶습니다. 그렇다면요, 일본 뱃서들의 현황을 좀 알려주세요. 네, 現状 일본의 トーナメント 人口については 年々少しずつ減ってってるかな。 昔よりはむしろトーナメントっていうよりはフリースタイルでもっとバスフィッシングを楽しもうと、そういう人の割合が日本では増えてきているという感じがあるので、あと、まあ、トータルのバスの、その状況、バス人口っていうのは、ね、ここ数年で日本でもまた微増してるっていうのかな。一時減ったんだけど、また今、で、なんていうのかな、本当に釣りバスフィッシングを より追求したり、ね、楽しんだり、ね、ブームじゃなくて本当に釣りが好きで、ね、取り組んでる、そういうアングラーがすごい増えてきてる、いいことだと思うね。 오늘 남익기 상과의 대화가 정말로 재미있고 또 일본에 대해서 또 배스 낚시에 대해서 좀 이해할 수 있는 계기가 됐는데요. 앞으로 낚시 계획과 더불어서요, 향후 계획을 좀 말씀해 주세요. そうだね、まあこれからも もう今まで以上に、ね、もっともっと釣り続けの人生を過ごしたい。で、まあ、まだまだ、ね、自分の、ね、技術とかそういうのもレベルアップしたいし、実際してる。で、あとは、ね、当然タックルも日進月歩で新しく、でどんどんいいものが出てくる、ね、釣り方にしてもそう、ね、より新しい釣り方。
だから油断しちゃダメなんだよね。常に新しいものを取り入れたりレベルアップしていく、そういう気持ちを持ってなおかつ釣り場に行ってないとダメ、うん、で自分はそういう生活をするのが最高に楽しいと思ってるから、これからも本当に、バッスリを思いっきりしていきたいです。그러면마지막으로공통적인질문드릴게요루어낚시인토시나리나미키상에게낚시란そうだね、まあ、俺にとって釣りは水かなと、うん、なぜなら、ね、人類は、ね、水がないと生きていけない、うん、だから俺にとって釣りは水。